皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではゴスペル、バイブルからの希望あふれるメッセージをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。2024年の4月の第1週ということでですね、新しい学校、新しい会社などなど、新しい生活を始めた方がいらっしゃると思います。本当におめでとうございますと言いつつですね、私たちを取り巻く世界というのは結構大変な時代でもあるのかなと思っています。そんな終わりの時代を歌った歌を一曲ご紹介しましょう。サルーキーというゴスペルロックバンドから、終わりの時代。
はい、お送りしたのはサルーキーで終わりの時代でした。はい、終わりの時代という曲だったんですけれどもね、まさに今生きている私たちの時代はもう本当に、まあ、いろんな、心を痛めるニュースが数多くありますよね。まあ、バイブルはそういうことをどういうふうに言ってるかというと、この時代になるとですね、終わりの時代になると人々の間で愛が冷えるって書いてあるところがあるんですね。まあ、ストレスが大きくなればなるほど愛というのは表現できなくなっていくんじゃないんでしょうか。だから私たちの心の健康というのを保って いかないとですね、もう愛が表現できなくなってしまうという、こういうことなんですよね。季節は今春ですから、どん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 暖かくなって、いろんな綺麗な花が咲いて、本当それをぜひ見ていただきたいなと思うんですよね。美しいものを見て美しいと言える、これが私は人生では最も当たり前で大切なことなんじゃないかなと思います。愛を冷やさないためにはですね、その本当に小さな美しさ、小さな親切と言いましょうかね、そういったことを忘れない、そういうことを見ることを忘れてはいけない。まあ電車に乗ってね、まあちょっとお年寄りの方がいたら席を譲るとかね、赤ちゃんを宿してる方がいたらちょっとね、譲ってあげるなんていうのが、やっぱりそういったことの積み重ねじゃないかなと思いますね。愛を冷やさないように生きていくということが、この世界を麗しくする方法なんじゃないんでしょうか。はい、バイブルゴスペルでは一番大切なものは愛ですよと教えています。こういうゴスペルの言葉がありますので、ぜひ聞いてみてください。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛がある。そうなんですね。神の一人子イエス・キリストが私たちの罪のために、十字架にかかるためにこの世界に送ってくださった、まあ私たちのね、人生のあらゆる問題、失敗を本当にこの十字架が解決しているんだよということをですね、知るときに、神様の愛、ここに愛があるという言葉が心に響いてきます。それでは今日のお別れの曲を聴いていただきましょう。神山美沙さんで、曲はエデン。ホープアベニュー、今日のご案内はデイビッド風間でした。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you and please remember Jesus loves you. Bye bye.